はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、ファークライプライマル、自分の村から、続きやっていきましょう。動画外で、さらにクラフトだとかいろいろ進めて、現在かなり、こんな感じで、タガールに関してはもうこのカパラナイフってやつ以外、全部終わって、その他も結構いろいろ、進んでて、そして弓だ。この二連弓ってのを、アンロックして、矢を2発、発射できるようになって、そしてスキルもいろいろ開けてて、村は現在122人で、小屋もね、この5人も最高までアップグレードして、自身の洞窟がまだアップグレードしきってない。で、気になったことが、まだ2人増える感じで、このダーって人とロシャニって人があるんだけど、この小屋を作成するにはウダムのダーを村に引き入れる必要がある。ウダム、村に呼んじゃうの？多分そのダーって人は多分これなんだよな。ビッグダルバ砦の。砦は今回、置いといて。今回はこれやろう。狩人ジェイマー、ホタルを追いジェイマーのために大型エルクを狩れ。大型エルクはもうクラフトだとかのために何回か買ったことがあるんだけど、とてつもなく強い。そして新しい動物だ。ヒョウを手に入れた。で、スキルをアンロックしてヒグマとサーベルタイガーも手なずけるようになったから、見つけたら手なずけとこう。それじゃあ、まずはここに行く前に、ここをダッシュしていこう。ここにファストトラベル。さあ、着いた。もうこの槍もすんげえ痛そうな槍だ。これも最高ランクだからね。これを投げると最大のダメージを与えるんだけどな。そういう槍になりました。ウィンジャー、あ、ヘビの、お、ヒグマだ。ん？ヒグマ？ヒグマ、あ、ほい、よし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 、ちょ、餌の取り合い？いや、待って、餌を食べて、餌を、待って、ひょう、やめなさい、ひょうやめなさい、餌、危ない。はいはいはい。オッケー、ヒグマ。ヒグマ手なずいた。怖いな、でも。ヒョウは、スピードあるから、動物逃げても捕まえちゃうんだけど、ヒグマは、ステルス低いけど、パワーが強い。ちょっとこいつ拠点の近くまで連れてくか。ちょっとマンモス乗るかな。なんか仲間が逃げまどってんだけど、どうした？このでっかいマンモスには乗れないんだよな。あ、動物か。あ、サーベルタイガー、サーベル、あ、倒しちゃった。待てよ、サーベルタイガーってあ、手なずけられるんだった。あれ、待って、どうしたの。マンモスがマンモスに襲いかかったりはしないもんな。マンモスで向こうまで行こう。かがり火これだな。まあステルス初めからなしでマンモスでバンバンやっちゃうのもありだと思うんだけど、マンモスがついてきてる。いや、違う、敵対化してる。痛い。え、マンモス乗ってんのに敵対化してくれるの？逃げる。あ、で、乗ってたマンモスまで敵対化した。恐ろしい。フクロウ召喚。さあ、どこにいる？増援呼ぶやつがいて。あと、毒もいる。あとはいない？
ノーマルだから3人か。動物変えとくか。ステルス高いやつ。あ、ヒョウにしとこう。マンモス怖いな。グアルシュナーのかがり火で、弓がこんな感じで2本。待って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 、ヒョウが瞬殺。待って、見つかる見つかる。ヒョウから離れよう。で、車内1回ヒョウ閉まって、生き返れ。どうしようかな。2人座ってるな。ヒョウを使ってるとこんな風に動植物が勝手に近くにいればスポットされるようになって楽ちん。こう登れるかな。あらら、おほ、テイクダウンできそうなんだけどな。いいこと思いついた。あ、ナイフ食らえ。あ、投げれなかった、失敗。テイクダウン、なんだっけな、テイクダウンした直後にナイフ投げれる技を取得してたはずなんだけど。行く。石ナイフ、石ナイフの他にこの凶暴化ナイフっていう怪しいナイフもあるんだよな。さて、じゃあかかり火点か。16分の7。それじゃあスキル1ポイント、ここ行こう。ジェイマだけど、これまでこのアイコン行っても誰もいないから行ってクエスト受けてって感じか。敵だ。うっ、テイクダウン。あ、 RT ボタンでここか。Xbox のコントローラーをちゃんとボタンの配置と名前を把握してない。で、上でゴタゴタが起きてる。小競り合いか。ちょっと待ちなさい。今度こそテイクダウンして、で、こうだ。 OK。 アイテム回収して、もうウィンジャー100人以上いるから経験値ボーナスがプラス 18%。 お、あー、動物と、あれ、サーベル大学か今の。ケーブライオンか、ケーブライオンだ。あー、ケブライオンだらけ。さあ、そろそろだ。あ、ここ雪原と草原の境目だ。まあ、そりゃ南に行けば行くほどあったかいか。で、ここだね。あ、夜にならないと餌を食べない、そっか。日没を待つ。あ、そうだ、エルクって夜にしか現れないんだっけ。ここキャンプファイヤー点火しとこう。点火するが、あれ、ここ寝れる。ちょっと寝ちゃおう。これで日没になった。今日
スピードとかあるけど一瞬で死んじゃうな。どこで死んだ？そこで死んだ。瀕死状態なら肉を食べさせてあげればなんでか生き返る。でエルクだ、エルク、エルク強いんだよな。大型エルク、見た目あの鹿っぽいやつだ。ホタルのそばで餌を食べる。ああこれホタルか。ハンタービジョンだと赤く光っちゃうんだな。さあ草食動物がどんどんスポットされていく。草食動物もこれイノシシだよね。ヒョウを連れてなかったら襲いかかってくるな。シダ取って、どこだエルク。ハルチハントラン、敵はいない。大型エルクを待て。はい、ここで待ってればよろしい。あエルクだ。うん、しかも角がちょっと赤いってことは、ウダム。あ本当だ。どうする、こういう時はどうしたらいい。先に狩る必要がある。先にエルクを買ってウダムを狩る。ほら痛い、こんな野郎。ヘッドショット、ほらほら、ナイフくらえ。待ってエルク、どこ行った。エルク、エルク、エルク、あっちだ。はい、危ない危ない危ない、ほら待て、危ない、痛い、死ぬ。ビーストキルだ。エルク本当強いんだよな。うん、あれ違う、このエルクじゃない。死ぬ死ぬ死ぬ、別のエルク。待て待て、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回ってる。ほらオッケー、カワハギ、これでオッケー、大型エルク完了。まあもう何件結構買ったことはあるけど、いや血だらけだこの子。スキル2ポイント、これやるか。サーベルタイガー、ブラッドファング、サーベルタイガーとヒグマに乗れるようになる。ヒグマいるからね今。じゃあどうしようかな。あ結構細かくあるんだな拠点とか。北は結構もういろんなところを冒険したが、拠点、あ全員クエスト発生してる。全員クエスト発生してて、ちょっと一人気になる人がいるから、ちょっと戻ろう村。戻ってきて、ティンサイの声からなんか変な声するんだよな。あほらほらほら、うわ、ティンサイの声これ。誰かが昇天してる声がするんだけど。ティンサイクエスト受けるか。また絶対絶対血飲まされるからな。絶対絶対飲まされる。全身やけど。そうか、イラキスコアナ。怖いさ、ウダグは。スーシェルハイ。イゼイ。ウィンジャワンタルワイカンス。ハイ。ハイドラム。セアリア。イナチャ。
Sushalhan winja twatsas. Karwiwa bauda. Marti biswa. Sishayus laudra guasha. Unlucky. Ma alia praste atti. Sushalhan salga takar. Inasta winja lausha.血は飲まされなかった。イジイラ、イズイラ、イズイラ、まあウダムの他のあの青い鳥を塗ってたあの敵か、別の部族だ。どっかにクエストが発生した、発生してる。ティンサイ、イジイラ部族に捕まったウィンジャを追え。追いたいが、かがり火が、かがり火と拠点、かがり火と拠点があるから、この2つ制圧しちゃいたいな。ここに行こう。そして、ヒグマカモン。乗ろう。うわ、早い早い。乗った。なんかどっかでゴタゴタが、おっとっと。ゴタゴタが起きてそうだけど、あ、拠点あっちか。ちょっとあっちまで行こう。走るのすげえ速いヒグマ。エルクがいる。あ、エルク同士戦ってる。誰かに見つかりそう。ん、あれはウーダーン。ほら、おお、食ってる食ってる。ほら、おお、いい、えい、サーベルタイガーやってきた。ほら、え、今のサーベルタイガーどこ行った。これウダムだもんな。サーベルタイガーちょっと手なずけたいな今の。あっちか、これエルクだもんな。サーベルタイガー、あ、いた、いた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 。おい。よし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 。こいつにも乗れるぞ。OK。手なずけた。サーベルタイガーの能力値は。ん？ん？すげえ高い、こっちの方が。ヒグマより全然強い。ヒグマよりスピードもあってステルスもある。オロスで最速の捕食動物。乗ろう。よっしゃー。サベルタイガー。あ、早い早い。すげえ早い。はえー。できた。オロス大地の車の役割できた。さあ、そしてここだな。サベルタイガー、ステルス。ステルス値4ポイントぐらいあるから大丈夫だね、きっと。クロー2人、ちょっと広めの集落。そこにもいる。あれは違う。ん、捕虜がいる。できる限りこの獣を送り出すっていうのは混乱敵混乱しそうだからやりたくないな。あれもだ、結構いる。あそこにもいる。どうしようかな。あっち行くか。別の、あ、待って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 、乗りたいんです、乗りたいんです、乗りたいんだが、から行ってみるか。
まあ、いざって時はこの凶暴カナイフってのがあるから、いざっていうかちょっと使ってみたいな、どんくらい凶暴になるのか。でもこれ頭に当たっちゃったら死んじゃうんだよな、きっと。ピキミート拠点、ピキニート拠点違うな、ピキミート拠点2人いる。これ頭上からのテイクダウンで2人いけそう。頭上ではなかったけどテイクダウン。あ、1人こっち来る。あ、トラ。お、トラじゃないよ、サーベルタイガーだよ。ちょっと引こう。こっちから行くか。一人真っ白になってる。あ、落ち着きを取り、ちょっと待って、サーベルタイガー下がってもらおう一回。危ない危ない。え、そうだ、待って、真っ白なやつこっち来てる。戻った。熱い熱い熱い。獣送り出すか、袋で。あ、そうだ、一回呼ばないと。一回呼んで、で呼んで、そして、あ、こういう感じなんだ。待てよ待てよ、こっちだこっち。これもしかして動物強ければもう一匹で十分いけんじゃないのこれ。次こいつ。あ、ちょっとシミュレーションゲームみたいになっちゃってる。こいつ、これ敵増援も呼ばないしな、これじゃあ。あー、すげえいいこれ。あ、全員やったオッケー、全部サーベルタイガーのおかげ。引きニート拠点確保。ガードスタッシュも増加。ビーストキルで。よし、それじゃあ洞窟も行こうかと思ったけど、今回はここまでにしようかな。こういうのはこうやって、じゃあ次回は天才の前に、ここをかがり火点、あ、かがり火だけどハードだ。かがり火確保して、北はもう結構取ったしね。今度南をガーンと確保していこう。ここ取ってティンサイのイジラ部族に捕まったウィンジャー王へのクエストやっていこう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。